こんにちは、テント2000日午前です。今日紹介するプラレールはこちらです。まあ、コンテナ貨車の1両のプラレールを紹介します。先週水曜日にブックオフタルマ地点で110円で買って100円ポイントカード100円割引がありましたので10円で買ったものです。早速開封いたします。よいしょ、開封いたします。こんな感じとなっています。まあ、うちのプラレールの貨車はこれで3両目になりましたねっていう感じです。まあ、今日はこんな感じで連結して貨物列車、東海道本線を再現して貨物列車として走らせてたいと思います。早速連結していきましょう。まあ、前回スノーモウンテンで先週日曜日にゲットした貨車と、まあ、山手線231の配信動画で出した時に一部紹介したこの貨車も今回つなげて総合動画を出します。はい、まあ、連結完了しました。まあ、今回は東海道本線の貨物線を再現するという感じで総合動画をお送りします。まあ、JR 西日本東日本管内の東海道本線の貨物列車をちょっと今回再現したいと思います。これから、まあ、最初は横須賀線に23号系と一緒に発車していきます。貨物列車出発進行。横須賀線出発進行。で、この河川柱は、ちなみにこの河川柱は、ブックオフスノーモウンテンで買ったものです。まあ、これも、河川柱が追加で加わったという感じです。おー、いいですね。本番の東海道本線に今度は銀行の233と EF290 と一緒に発車していきます。貨物列車出発進行、銀行の233出発進行。やっぱりいいですね。おお、やっぱりロマンがあっていいです。かっこいい。くっちょ。貨車が増えて、やっぱりいいです。また、機関車も、プラレールで増やしたいという気持ちはあります。最後は、西日本関西市管内の東海道本線を建て、貨物列車の再現をしたいと思います。さっきは東日本管内でしたが、今度は西日本管内で採用したいと思います。貨物列車出発進行。新快速も出発進行。最後は西武4番系が川崎中高から EF210 に引かれての甲州回送を今回再現して今日の配信動画を終わりたいと思います。まずは川崎中高からの出場 EF210 出発進行。
まあ、西武4万系の公衆輸送をちょっとテーマに今回は ご視聴いただきありがとうございました。最後は EF280 中西武4万系の公衆回送をちょっと再現して配信動画を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価もぜひともお願いします。今日の配信動画はこちらのプラレーンのコンテナ貨車をゲットしたという配信動画をお送りしました。また機関車と貨車も増やしたいという気持ちはあります。それではまた次の動画でもお会いしましょう。